はい、こんにちは、なべです。よろしくお願いします。今回は前回に引き続き、お友達とランチ、お買い物みたいな感じで軽くできるような、シンプルなアレンジをやっていきたいと思います。シンプルというかシンプルなんだけど凝ってる風に見える感じでいってみましょうか。で、ベースはいつもの感じで巻いてあります。そこに、スタイリング剤が少しついてます。でここからまずトップ こうね、これぐらいのイメージ、トップをガバッと取ってここを結びます。クックで少し引き出して崩します。指でつまんで引き出します。で残った紙、残った紙を下、ここを分けて、ここを紙を2つに割ります。で、この結んだ紙の上を通したところでもう一個新しいゴムで結びます。で、グッと。で、ここをクルリンパ内側に1回通してで通したものを引き出して崩します。はい、じゃあ逆側も同じようにやっていきます。この残った紙をここ2つに割ってここはこっち側を通す。でここから上に持ってきてゴムで結びます。内側にくるりんぱ。で、この紙を引き出して。こちらも引き出して。で、この残った毛先、このままでもいいんですけど、もうワンアクションあった方がなんかデザインとして可愛いかなって感じがするので、ここもゴムで結んじゃってで、2つに割ってくるりんぱ。指でつまんで あと残った毛先を。
で最後にスタイリング剤でちょっと毛先の方を整えます。で実際使ったのがゴムが1本2本3本4本でぐるりんぱをしたりとか、そんな難しいことはしてないんだけど、なんか凝ってる風に見えるのが、まあ、女の子同士でお買い物とかランチに行くんだったらそれも話題になっていいかなって思います。はい、じゃあこんな感じで、スタイリングしてみたんですけど、ちょっと軽くぐるっと回って見せてもらって、でデザインのポイントとしては、まあちょっとこうモコモコしてて凝ってる風に見えるんだけど、実際はゴムを4本使ってくるリンパを3回しただけで、あとは指でつまんで引き出してるだけなので、すごく簡単なスタイルなんですけど、まあ女の子同士でお買い物とかランチだったらこういうちょっと崩れたアレンジもすごく人気があると思うので、こんな感じでスタイリングしてみました。はい、いかがだったでしょうか。まあ、今回簡単な感じで2パターンやらせていただいたんですけど、次回はここからもう少しステップアップして、まあ、難しくなるわけじゃないんだけど、もうちょっと凝った感じのアレンジを紹介していければと思いますので、またぜひご覧ください。よろしくお願いします。ありがとうございました。